アトミウムブリュッセル市街地。街並みの向こうに、ラーケンノートルダム教会とアトミウムが垣間見える。アトミウムは、1958年のブリュッセル、万国博覧会のために建設されたモニュメントで、現在もブリュッセル北西の万博会場跡地、エゼル公園に立つ。高さは103メートルで、鉄の結晶構造を1650億倍に拡大したものである。 アトミウムの形状は、一つの頂点を底にして、斜めに倒された、立方体になっている。9つの球体が原子を表し、各頂点に位置する8つの球体を結ぶ12の辺と、中心の球体から各頂点へ伸びる8つの軸は、鋼鉄のチューブで繋がれている。チューブの中には、最長35メートルのヨーロッパ有数の長さのエスカレータが通り、 各球体を結んでいる。最上部の球体は展望レストランになっており、ブリュッセル市街を一望のもとに見渡せる。他の球体では1950年代を振り返る展示が行われている。球体のうち上の方にある三つは垂直の支えがないため、安全上の理由から一般には公開されていない。アトミウムを見上げた写真、アトミウムは万博のシンボルとして、 ベルギーの技術力のシンボルとして企画され、金属工学技師、建築家であったアンドレ・ワーテル・ケーンによって設計された。当初は、エッフェル塔を逆さにした形状の塔を建てるアイデアもあったが、原子構造の方がより今の時代にふさわしいと、ワーテル・ケーンは考えた。アトミウムは、万博の期間中人気を博し、結局閉会後も保存されることになった。 アトミウムの球体表面のアルミニウム板が劣化したため2004年3月からアルミをステインレス鋼板に張り替える大工事が行われた修復費用を支えるために古いアルミ板が1000ユーロで一般に記念品として売り出された2004年10月に一旦閉鎖しない層や展示なども一新され2006年2月18日に再びオープンした新しいアトミウムは 子供のための宿泊施設、キッズスフェアホテルも備えている。アトミウムは小便小僧に匹敵するブリュッセルのシンボルとして親しまれている。アトミウム周辺のエゼル公園には、サッカーや陸上競技が行われる、ボードワン国王競技場やミニチュアパーク、ミニヨーロッパがある。ワーテルケーンはアトミウム及びその複製の著作権を保有し、 2002年に著作権を息子に譲った後2005年に死去した。ベルギーの著作権管理団体サバムは、アメリカの著作権管理団体アルスを通じ、世界中のどこにおいてもアトミウムの画像の複製や再生に関しては、知的財産権が発生すると広報している。例えばサバムは、アメリカの多数のウェブサイトの管理人に対し、 許可を得ずに掲載されているアトミウムの画像すべてを消去するよう求めている。2015年夏、ベルギーの政党であるフラームス自由民主はパノラマの自由をベルギーに取り入れる法案を提出し、2016年6月、ベルギー議会は商法典にパノラマの自由に関する条項を可出する改正案を可決した。これにより、アトミウムを含め、 公共の場に置かれた建築や芸術作品については、著作権が終了していなくても写真に撮って、出版、公開することが合法化された。ありがとうございます。